土曜日宮崎で行われるホークスの試合を盛り上げるためのオブジェということなんです。宮崎駅前に設置された柳田選手のオブジェが壊されているのが見つかりました。宮崎駅前に設置されたこちらのオブジェ、ホークス柳田悠岐選手が勇ましい表情で掲げる右手首から先がなくなっています。このオブジェは8日に宮崎市で行われるライオンズ戦を PR するためホークス球団が設置したものです。今月1日オブジェの右手首が折れていると宮崎市観光協会を通じて球団に連絡がありました。何者かに壊されたとみて球団は昨日被害届を提出、警察が器物損壊の疑いで捜査しています。オブジェは今後修復され、8日の試合当日は会場のサンマリンスタジアム宮崎に飾られるということです。今回の被害を受けて球団はオブジェの設置は九州各地を盛り上げるため宮崎を皮切りにスタートしたばかりだが、このようなことが起こってしまい大変残念とコメントをしています。まあ、盛り上げたいっていう気概から生まれたね、まあ、こういうエンターテインメントじゃないですか、うん、まあ、悲しいですよね。まあ、ギータ本人はね、もちろんあの2年目のキャプテンで3年ぶりの日本一に向かって頑張っているというところですからね、はい、まあ、復活したオブジェ、ぜひサンマリンで行かれるという方は楽しんでください。